サクラソウはサクラソウ科サクラソウ属の多年草です。日本では北海道南部、本州、九州の高原や原野に分布し、朝鮮半島から中国東北部へかけても分布しています。かつては日本のどこでも見ることができましたが、今は野生の群落を見ることは稀になっています。埼玉県と大阪府の県下に指定されているのもサクラソウです。サクラソウは江戸時代に大ブームが訪れ、数百に及ぶ品種が作られた古典園芸植物の一つとされています。2019年時点では322品種が認定されていますが、この中には明治以降の作出品種も含まれています。またサクラソウの仲間の植物は世界中に約400種ありますが、尾崎サクラソウなど一部を除くと花の形や草姿に極端な違いがありませんので、サクラソウを総称とすることが多いです。園芸店でサクラソウとして売られている植物は西洋サクラソウ、乙女桜、常盤桜などがあり、サクラソウそのものは少ないです。あるとすれば最近では山野草を扱う園芸店だけでしょう。自生地では林間の湿生地や原野の草間に生え、時に群生します。地中に根茎があり、春に発芽して5から6枚の葉っぱが根生し、高さ15から40センチメートルの花茎を直立させ、5から10個の花をつけます。葉柄は長く、葉は楕円でシワが多く、縁に浅い切れ込みがあり、葉や茎に白い前毛が生えています。花は直径2から3センチメートルほどで、花びらが5個に深く裂け、さらに各弁が半分近く裂けています。花の色は淡紅色で、まれに白花もあります。花後は球形の咲く桑を結びます。新しい根茎は地際にでき、梅雨明けの頃葉が枯れて休眠します。夏の暑さと乾燥には弱いですが、日本の気候風土に合っていて、花は美しく清楚です。サクラソウの最も古い記録が残っているのは室町時代中期文明年間1469から1487年からで、以降さまざまな書物にサクラソウが登場します。ですがサクラソウが大流行するきっかけとなったのは、徳川家康が最も深く関わりを持っています。徳川家康が江戸に城を構えて、しばしば浮間ヶ原に鷹狩りに出た際に、雑草の中に混じって咲いている桜草の可憐さに心惹かれ、持ち帰って鑑賞したのが始まりとされています。その後各大名や旗本が競って栽培を始めるようになりました。そのことがきっかけに、荒川の原野に野生する桜草を本格的に栽培するようになり、種まきを繰り返すうちに白、桃、紅、紫、絞りなどの色変わりや大小さまざまな変わり花が生まれ、名称が付けられていきました。やがて品種数も非常に増え、文化元年1804年から新花を持ち寄り品評することが始まります。栽培者は旗本や御家人など武士階級が多く、連と呼ばれる2から3のグループが成立し、新品種の作出を競い合うようになります。文化から天保雨1804年から1844年にかけてが最も盛んな時代と言われています。熱心な女性の愛好家もいて、寒天を流し固めた重箱に一品種ずつ差し並べて鑑賞したという文献も残っています。幕末には各地に広まり、文久2年1866年には桜草としては現存最古の番付が発行されるほどになります。現在栽培される約300品種のうち、その半数が江戸時代から株分けで伝えられたもので、その花は多様な花型と繊細な花色が特徴で、他の多くの日本の伝統的な園芸植物と共通しています。品種ごとに鉢植えで育て、花時には花壇と呼ばれる屋根付きの5段構造の展示台に配色よく飾ります。鉢はマゴハンドという、本来食品容器として作られた瀬戸焼の陶器が使われました。これは桜草のデリケートな花色をよく引き立てます。愛好者層が武士中心であったので、明治維新前後には衰退の危機にも見舞われましたが、
やがて愛好者も増え、新花の作出も再び盛んになりました。この頃に生まれた名花にも今に伝えられているものがあります。やがて太平洋戦争により、桜草の栽培も下火になってしまいましたが、戦後次第に復興し、昭和31年に愛好者のグループである桜草会が発足、関西にも並花桜草会が生まれました。このほか全国各地に愛好会ができ、今に続いています。古典園芸植物を代表する存在の一つですが、陶器的植物のイメージを持たれるのを嫌い、古典草花と呼んでいます。ただ、日本では、桜草にちなんだ民話や神話はあまり存在していません。また、万葉集にも一首もありません。それほど、日本では、どこにでもあった花ということが言えるのですが、それとは反対に、欧米では、桜草の仲間の花は、大変古くからの実用的な花として重宝されていましたし、民話も多数残っています。欧米では、日本の桜草の存在そのものは19世紀から知られ、日本から渡った園芸品種もわずかに栽培されていましたが、近年になって、日本の桜草文化が本格的に知られることになりました。現在では、アメリカにも愛好会が誕生しています。イギリスでも、桜草属の植物であるオーリキュラが、カーネーションやチューリップなどと共に育種されて、多くの品種が作り出されました。これらイギリスの古典的園芸植物をフローリスツフラワーと言います。オーリキュラは、愛好会や展示方法などに、桜草との類似点が多い一方、花の美は、桜草と正反対の方向に改良されています。ヨーロッパでは、桜草の仲間、オーリキュラは、古くから、花を煎じて飲むと、不眠症にいいとか、擦り傷に、この花をあてがうと、傷が早く治るなどと言われています。また、花びらを乾燥させて、お茶として5日目に飲むと、精神病が治るとか、記憶喪失に効くなどとも言われています。北欧神話では、この花は、美と豊穣の女神、フレイヤに、捧げられていました。フレイヤの所有する宝殿の鍵を開く力があるとされています。また、キリスト教圏では、イエスから、天国の鍵を授けられた使徒ペトロの伝承と結びつけられ、天国の入り口で、鍵の管理をしていた聖ペトロが、うっかり、鍵の束を地上に落とし、その場所から生えた植物だと言われています。北欧神話では、昔、ドイツの片田舎に、病気のお母さんと暮らしていた、リスベスという優しい少女がいました。彼女はベッドで、寝たきりのお母さんを慰めようと、野原に、桜草を摘みに出かけた日のことです。リスベスが、花を摘んでいると、花の妖精が現れました。そして、妖精は、リスベスに不思議なことを教えてくれます。桜草の咲いている道を行くと、お城があるわ。門の鍵穴に桜草を差し込むと、扉が開きます。さあ、お行きなさい。そこの、女神様がお待ちになっています。リスベスが、半信半疑でいると、目の前に、桜草の道ができていました。彼女は、その道をまっすぐ行くと、それはそれは美しいお城が目の前に現れます。そこには、花の妖精が待っていてくれています。さあ、この城の門の鍵穴に、この花を差し込んでみて。リスベスは、妖精に促されるままに、鍵穴に桜草を差し込みました。すると、扉が開き、まばゆいばかりに輝く美しい女神様が現れました。よく来ましたね、リスベス。私は、女神フレイヤ。あなたの、普段のお母様に対する献身さを見ていましたよ。さあ、あなたの好きなものを、ここから持っていきなさい。女神様は、リスベスに、たくさんの美しい宝物を与えました。リスベスは、喜んで家に帰ります。そして、家で、寝たきりのお母さんに、その宝物を見せます。すると、お母さんの頬に赤みがさして、みるみる、うちに、病気もすっかり治ってしまっていました。北欧では、この花を、鍵の花と呼んでます。これは、桜草が春を迎える鍵という意味なのです。
しかった。